にちは、セカンダリーの早苗です、本日は2018年7月30日月曜日です、今週の心理学系イベントのご紹介です、まず、臨床心理試験2018、心理学検定2018、公認心理試験同じく2018、に向けたですね、特設ページを開設しております。心理学の基礎的な知識に関する、無料の練習問題も、ご用意しておりますので、ぜひご活用ください。現在臨床心理試験の願書受付期間中となっております。また今週もですね、青山一丁目教室は個別指導講座をはじめ多くの講座のご予約をいただいております。ありがとうございます。それとニコニコ動画でも各種講義を少しずつ公開しています。月額3240円で全ての講義動画が見放題です。ぜひチェックしてみてください。さて、今週の心理学系イベントのご紹介ですが、その前に、今週もですね、一つ、ニコニコ、チャンネルのですね、ニコニコ動画の弊社のチャンネルの、会員の方からですね、いただいた、メッセージに、お答えしておこうかと思います。ちなみに、会員の方はですね、ブロマガ、まあ、いわゆるブログみたいなのがあるんですけども、そこからですね、専用のフォームがございますので、そちらからご質問いただければですね、そうですね、お答えさせていただくという形になっています。今週はですね、こういう質問いただいております。大阪で、公認心理師対策セミナーをするそうですが、関東ではしないのですか？そうですね、大阪でですね、今度、今ここに貼ってありますけど、ちょっとちっちゃすぎて見えないですよね。8月12日日曜日にですね、心理職のための2018年公認心理師試験直前対策セミナーということですね、に講師として、参加させていただく、まあ、講師として、お話しさせていただくんですけれども、メディカ出版さんという、出版社の主催の、そういうセミナーです。まあ、おかげさまでご好評いただいているようで、まあ、うちの、会員の方とかもですね、そうですね、知っていただいているようなんですけれども、どうなんですかね。ないんじゃないですかね。もうだって、僕 の, 弊社のセカンダリーの主催のセミナーではありませんので、大阪だけなんじゃないですか。今から多分準備すると大変なことになると思います。ただですね、まあ、セカンダリーの方でも前にも申し上げましたが、公認心理師対策を、まあそうですよね、動画とかをニコニコ動画で直前に、配信していく予定となってますので、少々お待ちください。はい、ということでですね、今週の心理学系イベントのご紹介ですけれども、本日、30日月曜日はですね、お茶の水、女子大学と帝京大学の、大学院出願期間の、開始日となっております。月が変わって8月1日水曜日は、作新学院大学の大学院出願期間の開始日となっています。2日木曜日は、言語科学会、第20回国際年次大会が、行われる予定です。3日、金曜日は、日本学校教育相談学会、第30回総会、研究大会東京大会が行われる、これ正式名称なのかな、まあ、正式名称ですね、が行われる予定です。また、オスバルト・キュルペ と,、ニール・ミラーの誕生日でもあります。週末4日土曜日はですね、目白大学、駒沢女子大学、学習院大学、文教学院大学の大学院説明会が行われる予定です。5日、日曜日はですね、横浜国立大学、東京聖徳大学、明星大学、文教学院大学の大学院説明会が、行われる予定です。また、レンシス・リッカートの、誕生日です。最後に、週明け、6日月曜日はですね、河村学園女子大学、聖徳大学、埼玉工業大学、帝京平成大学の大学院出願期間の開始日となっています。また、明治学院大学の大学院出願期間の締め切り日と、締め切り日でもあります。これらの情報は弊社ウェブサイト、ブログにも掲載しております。URL は説明欄にございますので、ぜひご覧ください。また、詳細及び最新の情報は、各学会、各大学ウェブサイトでご確認ください。
心理学をもっと身近に、今週も、セカンダリーをよろしくお願いいたします。YouTube でご覧になっている方は、チャンネル登録、ニコニコ動画でご覧になっている方はフォロー、チャンネルへの入会もよろしくお願いいたします。